マイルチャンピオンシップ南部杯は岩手県競馬組合が森岡競馬場で執行する地方競馬の重賞競争である。例年は農林水産大臣が賞を提供、またロードー JBC に指定されているため、正式名称が農林水産大臣商店ロードー JBC マイルチャンピオンシップ南部杯と表記される。通称南部杯。また、 中央競馬でのマイルチャンピオンシップと区別するため、マイル CS 南部杯、マイル南部杯、MCS 南部杯と表記されることがある。競争名は、江戸時代に森岡藩を治めていた南部市に由来四45代、当主、南部利明の許可の下、名付けられた。表彰式には、毎年南部下当主が出席し、南部杯を授与している。副賞は、南部杯。 日本中央競馬会理事長賞、日本橋協会連合会長賞霊賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、岩手県知事賞、岩手県馬主会会長賞。岩手県競馬組合創立25周年を記念し、1988年に北日本マイルチャンピオンシップ南部杯として、 創設された競争第1回は水沢競馬場のダート1600メートルで施行された。創設当初は北日本地区交流競争で地方競馬の北日本地区のマイル最強馬決定戦の位置づけとされた。1995年に中央地方全国指定交流競争に指定されたと同時に現在のマイルチャンピオンシップ南部杯に改名。 北日本地区以外の地方所属場及び中央競馬所属場も出走可能になった。1996年には開催場を現在の森岡競馬場に変更。1997年には前年から施行されたダートグレード競争の GI に格付けされ、日本の秋のダートのマイル最強は決定戦として定着していった。2002年からは JBC 競争へのトライアル、ロード 2JBC に指定されており、本競争の優勝場には、ジャパンブリーディングファームズカップに競争への優先出走権が与えられる。ロード 2JBC に指定された競争では、南部杯が唯一の GI 競争だが、地方、中央双方を見ても GI 競争のトライアルが、GI に格付けされているのは南部杯だけである。 発送時のファンファーレは、岩手競馬のジェイプニー用のファンファーレが使用されている。2007年に、岩手競馬のファンファーレは、ジェイプニー用を含めすべてが新しいものに切り替わったが、ジェイプニー用のファンファーレは2009年から、従来のものに戻されている。また、2015年から2年間は、森岡市の市民吹奏楽団、グーテン、雷イ吹奏楽団による生演奏が行われていた。 出走条件サラブレッド系3歳以上。フルゲートは16頭で、出走枠は中央競馬所属馬7頭、岩手所属馬4頭、岩手以外の地方競馬所属馬5頭と定められている。負担重量定量、3歳5 5ラム4歳、以上5 7ラム貧馬2ラム減。賞金等1着後、0円、2着1、400万円。 三着八百万円、四着五百万円、五着三百万円。着外手当は六着七十五万円、七着五十万円、八着以下二十五万円。優先出走権付与優勝馬に JBC クラシックと JBC スプリントの優先出走権が付与される。以下の競争の優勝馬には、本競争の優先出走権が付与されている。中央競馬。 地方競馬全国指定交流競争に指定された1995年以降、コース種別を記載していない距離は、ダートコースを表す。詳細は、第24回マイルチャンピオンシップ南部杯を参照2011年はこの年に発生した、東日本大震災の影響により、東京競馬場にて施行された。岩手県競馬自体は5月より、 森岡競馬場での開催を再開したアートグレード、競争も施行されていたが、競馬関連の施設が大きな被害を受けるなどして、開催日数の減少による経営環境の厳しさなどから JRA に要請を行い、本競争は森岡競馬場と姉妹提携を結んでいる東京競馬場にて、JRA 主催により施行されることとなった。 JRA は当初開催予定のなかった10月10日を岩手競馬を支援する人題して東京競馬場開催を追加し岩手競馬所属で活躍した競争馬の名前を冠した競争も行われた。東京層のスタート前のファンファーレは例年通り盛岡競馬場で使用されている曲を使用した。また日曜日以外の競争で初めてウィンゴンが実施され、 南部杯を含めた第8競争から第12競争が対象となった。この年の入場人員は59,475人で、同年のフェブラリーステークスを上回ったほか、売り上げは70億2,941万6,200円で、前年の本競争の約14倍を記録した。各界競争結果の出展、編集、ありがとうございます。